よいしょ。あ、こんにちは。今日は爬虫類についての飼育員による動物のお話を行います。4月から新しく爬虫類の担当になったので、ちょっとまだまだ語れることが少ない分、今日はですね、私のお気に入りの爬虫類を紹介したいと思います。まず最初に紹介するのはサルビンオオニオイガメです。ここに書いてある通り、甲羅にある3本の線が特徴です。さあ実際にどうなってるか見てみましょう。はい、サルビンちゃんです。私が一番お気に入りポイントはこの顔です。とっても可愛い顔をしています。普通のイメージするミドリガメとかカミミガメに比べると、ちょっとなんか強そうな、でもちょっとひょうきんな顔をしています。このサルビンオオニオイガメは、メキシコとかそこら辺のアメリカの真ん中くらいっていうんですかね、あそこら辺で生活をしている種類で、肉食性です。動物園で今ご飯としては週に1回アジをあげてます。アジ食べる時ももりもりガツガツ噛みつきながら取るので、とても迫力があります。普段はただこのようにおっとりとして過ごしております。で、さっき紹介した3本の甲羅の線っていうのがどんな風になってるかちょっと見づらいです、ね。まあ、でもちょうど水面から出ているのが3本あるの分かりますか。この3本の線がくっきり入っているところも魅力ポイントの一つです。次にご紹介するのはヒラリーカエルアタマガメです。さて皆さん、この面白い見た目のカメと書いてあります。一体どんなカメか見てみたいと思います。こちらがヒラリーさんです。今ちょうどこれ顔だけです。顎の口の下のところピョピョっと2つなんか出てるの見えますかね。実はこのぴょぴょってやつ、どうやらあんまりちゃんとはっきり何のためついてるかわからないらしいんですが、泳いでる小魚とかをこうなんか首をフリフリさせて獲物を狙ってガブッと食べるらしいです。まあ、普段はね、生きた魚をあげたりはしてないもんで、そういった姿見えることあまりないんですが、ご飯のアジを食べるときもとっても入れたらすぐにパクッと食べてくれる可愛いやつです。そしてこのヒラリーさんの一番の特徴はこの首です。首ってどうやって引っ込むか知ってますかね。だいたいなんかね、甲羅にシュッと入っていくのがイメージとしてあると思うんですけど、このヒラリーさんの場合どんな風にやるかっていうと、すんごい首が長いんで、この首なんですか、まっすぐ甲羅には入りません、ね。この首実は横向きっていうんですか、横向きにスーッと甲羅にしまうんです。あ、分かります。ちょっと右にふにゅんってなってる。ヒラリーさん、いや、ちょっとびっくりして外に出てきちゃいました。ちょっと慌てています。少し撮影は NG だったようです。首をしまってもらう瞬間はぜひ皆さん実際に見に来た時に見えるといいですね。はい、そしてもう一つ紹介します。バーラディアゴファーガメです。結構数が少ない希少なカメさんです。動物園で飼われてるのあまり少ないですね。で、さっきまで紹介してたのが水に住む水ガメ、こちらは陸で暮らしている陸ガメです。じゃん、こちらがゴファーさんです。今八木山にはこの人1匹だけです。私のおすすめポイントはですね、この人ご飯あげるときすごく犬みたいに寄ってきます。なんか後ろの扉をガチャガチャってやると、あ、ご飯だなっていうのが分かって、ここに隠れがシェルターがあるんですけど、ここからのそのそ出てきて、小松菜とかキャベツ
と、あとはリクガメ用のペレット、ふやかしたやつをあげてるんですけど、それをあの小さな銀のバットに入れて持っていくと、喜んでそのバットに向かっていきます。一番好きなのはリクガメ用のペレットです。今日はね、うんちも出てもうすっきりしている、まったりしている時間でした。今日私が紹介したカメたち、ゴファーガメとか、ヒラリーカエルアタマガメ、あとはサルビオニオイガメを紹介したんですけど、爬虫類紹介していくと、私は一個気づいたのは、結構変な名前なのが好きですね。皆さんもぜひですね、爬虫類館また再度皆さん来れるようになったら、カメの名前だとかにも注目しながらお気に入りの人を見つけてもらえるといいなというふうに思います。また爬虫類見る心得として、ぜひ躍動感には期待せずにじっくりと見てもらえると嬉しいです。ではまた皆さんの今度お会いしましょう。